教わるのまき。あ、見てお姉ちゃん。ん？ランドセルが歩いてるみたいだね。ほんとだ、かわいい。あれ、あの子。ん？なんであんな背負い方してるんだろう。そう。それでね、ノートに先生が黒板に書いたの写したの。今日皆さんには1年4組の生徒さんたちのお世話をお願いします。休み時間、給食、掃除、帰りの会を手助けして、学校生活が初めての1年生の良いお手本になってあげてください。はい、お任せください。この3年4組一丸となって1年生の皆さんをご指導するでしょう。1年生か、なんだかくすぐったいな。ああ、1年生か。初めてのことばっかりでドキドキしてるだろうね。ねえ。いいですか、皆さん。休み時間には外に出て思い切り遊ぶのも大切です。そうすれば学習の能率もアップし。おい、マルオ。は？ダラダラ喋ってると休み時間終わっちゃうぞ。うわー、サッカーだ。うわー、まだ私の話が。そら、一年坊主、行くぞ。運動が得意な男子は1年生に大人気だ。うん、サッカーじゃとても彼らにはかなわないよね。君、それじゃあまるでサッカー以外なら勝てるって言ってるようじゃないか。え、そういうわけじゃ。あ、え、ナイスディフェンス、やるじゃねえか藤木。え、すごい。大したことないよ。笹山さん、ちゃんと見ててくれてるかな。みんな、ペアになった？はーい。はじめまして、さくらももこだよ。はじめまして、増田久美です。久美ちゃんか。あ、それでね、ノートに、じゃあ色鬼を始めます。最初はオレンジ。オレンジは、あった。行こ、くみちゃん。うん。あー、間に合った。よかったね。うん。あ、次はたまちゃんたちが鬼か。ピンク。ピンク、ピンクといえば、あ、いたいた。ピンクにタッチ。タッチ。あら、あらあら、うん、いやー、なんで私はこんなに人気者なの。全身ピンクだからに決まっている。青。今度は青か。ちょっと遠いかな。あ、うわあ。残念でした。
それにしてもよく見つけたね。あ、そういえばクミちゃんさ、なんでランドセルを前に抱えてるの？え？おばあちゃんに買ってもらった大事なランドセル？うん、だから傷つけたくなくて前に抱えてたんだって。へえ、面白い子だね。あとさ、1年生って物を探すのが得意だよね。小さくて地面に近いからかな。そうだよ、きっと。私も1年生の時、拾ったどんぐりや綺麗な小石でいつもポケットがいっぱいになってた。わかるわかる。私たちにもそんな無邪気な時代があったよね。あんたたちだってまだ無邪気な子供だろ。でっかいな。人参、どうしよう、レタス嫌い。いいか、みんな、給食のおばさんが作ってくれる飯は美味しいし栄養満点だ。残さず食べれば俺みたいにでっかくなれるからな。いや、無理してならなくてもいい。クミちゃんは好き嫌いないの？うん、お肉も野菜も大好きだよ。偉いね。私は給食のプリンが大好きなんだ。え、プリンも出るの？そう、余った時なんかみんなでじゃんけん勝負だよ。へえ、うん。はあ、もうやめといた方がいいかな。どうしたの、お兄ちゃん？あ、いや、別に。僕、たくさん食べて早くお兄ちゃんみたいに大きくなるんだ。え、よし。あ、あー、おいしかった。うん。あー、ダメダメ、雑巾はもっとこう、しっかり絞るんだよ。でさ、ほら、そこ喋ってないでさっさと手を動かす。あのお姉さん、ちょっと怖いね。ガキ大将？え？いや、掃除が大好きなお姉さんなんだよ。お、じゃあ、お掃除大将だね。お掃除大将？それ、皆の者、続け。うまいこと言うね。ちょっとあんたたち何やってんのよ。うるせえな。こんなとこにバケツを置いとく方が悪いんだろ。なんだって？また始まったよ。二人とも一年生の前ですよ。あ、仕方ねえな。ち、お、はあ、3年生の皆さん、今日はありがとう。1年生のみんなから一言ずつお礼や感想を発表してもらいます。学校ってすごく楽しいなって思いました。お兄さん、お姉さん、いろいろ教えてくれてありがとう。僕もお兄さんたちみたいに一人で何でもできるようになりたいです。ありがとう。え？君のおかげで給食の時間がすごく楽しかったよ。お兄ちゃん。掃除の時1年生頑張ってたね。ああ、私も最初はあんな風に一生懸命だったんだろうな。なんだか3年生より1年生の方がお手本みたいだったね。そうだね。まる子お姉さん。あ、クミちゃん。クミちゃん、大丈夫？クミちゃん、びっくりした。怪我してない？うん。どうしよう、大事なランドセルが。クミちゃん、傷は残念だけど、ランドセルが守ってくれたんだね、クミちゃんのこと。そうだよ、怪我がなくてよかった。でも
足元が見えなくて危ないから、これからはちゃんと背中に背負った方がいいよ。うん。ただいま。だいぶ傷だらけになっちゃったね。いつもありがとう。ランドセルが頑張ってくれるおかげで、自分も少しずつ大きくなっているのだと実感するマルコなのであった。さて、おやつおやつ。座敷わらしに会いたい、のまじ。はまじが。あ、俺が100点。はまじすごいブ。はまじやるね。さてはこっそり勉強したね。浜崎くん、ズバリ次期学級委員を狙っているでしょう。カンニングしたんじゃねえだろうな。そんなことしてねえよ。じゃあなんで浜地が100点取れるんだ。あ、もしかしたら。何？俺たち昨日探検に行ったんだ。よし、今日はここを探検する。なんだかお化けでも出そうだブー。面白そうじゃねえか。行こうぜ。おお邪魔します。ただの風だ。脅かすなよ。変な汗が出てきたぜ。怖いブー。ちょっとビビったな。もっと奥に行ってみようぜ。もう帰ろうブー。大丈夫だよ。何にもいなかったな。出てきたらとっ捕まえてやろうと思ってたのに。また行こうぜ。じゃあな。バイバイブー。明日な。じゃあなブー。お邪魔します。あれは座敷わらしだったんだ。座敷わらし？ああ、間違いない。ちょいとハマジ、座敷わらしと100点とどんな関係があんのさ。さくら知らないのかブ。座敷わらしを見ると幸運があるって言われてるブ。つまり座敷わらしを見たから100点という幸運が訪れたというわけですか。まさか。ズバリ努力もせずに100点が取れるはずなどないでしょう。まあ悔しいのはわかるけどよ。悔しくなんかありません。私も100点ですから。ハマジだけずるいぜ。努力しなくても100点が取れるなら私も座敷わらしに会ってみたいよね、たまちゃん。ハマジ連れてってよ。ああいいけど。本当に座敷わらしか確認するために私もついていきます。うわー、ボロいね。こりゃ確かになんか出そうだよ。ここに座敷わらしが。幸運が。よし行こう。メガネ、びっくりさせんなよ。ほら。ありがとうございます。マヨくん、脅かさないでよ。この奥の座敷だ。よし。誰もいねえぞ。今日はいないみたいだな。
きっと丸尾の声にびっくりして逃げたんだブー。すみません。座敷わらしね。昔から座敷わらしが出る家にはその子が遊べるようにおもちゃを置いておくと聞いたことがあるね。好物のお赤飯をお供えするとも言われとるな。へえ、おもちゃか。おい、よその家に勝手に入るんじゃねえぞ。だいたい100点取りたきゃ勉強しろ。父の言う通りである。だからおもちゃを持ってもう一回行ってみようよ。おもちゃってお人形とかかな。ほなみさん、座敷わらしが女子とは限りませんよ。え、調べたところ、座敷わらしには男子も女子もいるそうです。昔の時代の子供ですから、けん玉や竹とんぼなど昔ながらのおもちゃが良いでしょう。さすがマロくん。行くぜ。ここら辺に行こう。あ、はい。うい。出てこないね。浜地、本当に見たのかブー。間違いね、庭にいたんだブー。ちょっと濃すぎ。庭に行こうぜ。え、あん時はここら辺に立ってたんだ。なんかこの庭見たことあるような。まるちゃん行こう。お、うん。おい座敷わらし、一緒に遊ぼうぜ。あ、ここは、うん、佐々木のじいさん、こんにちは。何してるの。まるちゃん、こんにちは。近所の子猫がいなくなってしまいましてね。子猫？飼い主の方がとても心配しているので探すのを手伝っているんですよ。ふん、じゃあ私も手伝うよ。そば、まるちゃん、これをどうぞ。あったかい、ありがとう。あ、いた。あれ、こら、そっち入っちゃダメだって。お邪魔します。おい、猫ちゃん、いた。おいでおいで。かわいい。よしよし、くすぐったいよ。ちょっと猫ちゃん。待って猫ちゃん、待ってよ。ハマジ、その座敷わらしの顔見たの。いや、顔は見えなかったんだよ。はあ、ねえ、もう帰ろうよ。やっぱり座敷わらしなんているわけないんだよ。そうですね、浜崎くんの見間違いなのでは。いるよ、100点だって取ったんだぞ。あのテストは簡単だったんだよ。私だって90点だった日、たまたまだよ。いや、いる。俺は絶対に見た。もしかして大勢で押しかけたからびっくりして逃げちゃったのかな。きっとそうだよ、どっか行っちゃったんだよ。なんかさくら、座敷わらしに会いたくないみたいだブー。そんなことないよ。さくら、お前もしかして。え、怖いんだろ。まあね、子供って言っても一応妖怪だからね。おい、ここに抜け穴があるぞ。あ、ほほー、この穴から出入りしているのでしょうか。ああ、あ、猫ちゃん、また逃げ出してきちゃったの。おいで。まるちゃん、この猫知ってるの。うん、
佐々木のじいさんの近所の子猫なんだけど、この前もここに入っちゃって私が捕まえたんだ。よしよし、まるちゃんここに来たことあったんだ。いや、その私猫ちゃんを届けてくるよ。くしぐったいよ。さくら、座敷わらしの正体はお前だろ。まるちゃん、そう言われてみればそんな感じがするブ。本当なのか、さくら。どういうことですか。なんで黙ってたんだよ。勝手に間違えたハマジが悪いんだよ。やっぱりお前だったのか。ブヒじゃあ必死に探していた座敷わらしの正体はマルコだったってわけか。そうだったんだ。でもよく考えたら失礼しちゃうよね、まったく。けどうちはマルコがいるからこうして笑いの絶えない明るい家になっているんだよ。そういう意味じゃマルコは我が家に福をもたらす子供には違いないね。おばあちゃん。そうじゃぞ、マルコがいるから我が家は幸せなんじゃ。そう言われてなんだか嬉しいマルコであった。本物の座敷わらしはいるのかいないのか、それは謎のままである。恥ずかしがらないで二人とも。川田さん、素直な気持ちを奥さんに伝えてあげて。ブー太郎はトミコちゃんとの約束を守らなくちゃ。そうそう、立派な隣の奥様に変身するんだよ。次回のちびまる子ちゃんは川田さんの手紙、幻のレディーブー太郎の2本だよ。お楽しみにね。風の調べ、川の写真。